おはようございます。中村玄子です。今日もよろしくお願いします。太極拳の服装について質問です。なぜ太極拳の演舞服はふわふわしていてゆったりしているのでしょうか太極拳に適した環境について知りたいです。どのような場所で太極拳をしたらよいかどのような服装が合っているのか よろしくお願いいたします。はい。ご質問ありがとうございます。素晴らしい質問ですね。では、解説します。中村玄光の太極拳解説。なぜ太極拳の演舞服はふわふわしていて、ゆったりしているのか。はい。これには大きく二つ理由があります。一つは、武術家として、普段、 人知れず鍛錬をしています。腰がしっかり座って筋肉がついていく。そうすると、ただものではないような雰囲気、風格が出てしまいます。それを隠すために、ふんわりとした服装をします。筋肉や体のラインを見せずに、ごく普通の人に見せかけるように、ふんわりとした体、ふんわりとした服装を着る。 これがまず、太極拳の円部服のゆえんです。そして二つ目です。二つ目には、実際に太極拳をしてみて、まず、緩んで動くとか、そして言葉にある肩や肘を落とすという感覚を自分で実感するためにも、ふんわりとゆったりとした服装の方が感覚的にわかりやすく、そして動きやすいです。 そしてその動きやすさについて言いますと、特に太極圏は股関節周りをよく緩めて動きます。そうすると、太ももや股関節あたり、そして腰のあたりがぴったりしてない方が、いわゆる圧迫感がない方が柔らかく動けるような感覚気がします。ですので、動きやすいために太極圏はふんわりしている服装だということです。 そして、どのような服装が合っているのか。実際に太極拳は形から入るという感覚でもすごくいいんです。これはかっこよく考えれば、武術家として体のラインを見せない。うんこれはもしかすると現実的には、贅肉がついてお腹が出てしまっていてもそれが隠すことができる。これがもしかすると太極拳の演武服の魅力かもしれませんが、まあ、それは置いといたとして。 実際にはですね、どのような服装が良いのかと言いますと、この服装については、本当はしっかりとしたピタッとしたフィットネスのような服装の方が良いです。その方が姿勢の細かいところや、肘や腕の角度、膝やつま先の方向、実際にそこをチェックした方が良い,いところは、やはり運動する服装の方が向いてますし、適しています。でもしかし、お清室に行った時に、 皆さんがそんな服装をしていずに、皆さんがふんわりとした服装をしていると、自分自身がぴったりしていると浮いてしまいます。ですので、やはりその豪にいれば豪に従いではありませんが、そこのお教室や、うん、皆さんがしているような服装に合わせた服装をするのが一番良いかと思います。実際に体調圏ではなくですね、中国では服装は全然気にしていません。 体極拳をするときには普段着で行う人もいれば、実際に運動着として、今流行りのスパッツであったり、短パンであったり、普通の T シャツであったり、そういう方はたくさんいらっしゃいます。体極拳の、まあ、日本の中での、もしかしたら体極拳という教室の中だけの、まあ、独特な服装なのかもしれません。あともう一つだけ言いますと、服装について、色がすごく関係します。体極拳の 体極拳の服装を着るときにですね、皆さん好きな色の体極拳の服を着ておられるかと思います。実際にこの色というのは精神的にメンタル的にすごく影響があります。特に激しい色、赤い色ですね。例えば蛍光ピンクのような激しい色だと、やはり意識的にも精神的にも激しくなってしまいがちです。ですので、 なるべくゆったりできるように、白とか、クリーム色とか、ベージュとか、少し淡い色、暖色系の色、これを着ることをお勧めします。中村原稿の太極拳解説。太極拳の服装、太極拳のトレーニングをするときや、そして演舞をするときの服装というのは、実際には決まっていません。演舞服というのは、例えば大会とか競技に出たりとか、 演舞会に出るとか、そういう時には太極系の服装が良いかと思いますが、これはやはり自分の好きな色ではなく、なるべくふんわりして、ゆったり見える服装の色ですね。これもすごく重要なポイントとかと思います。そして、トレーニングするときには、なるべく体のラインが見えるようにして、自分の様々な関節の方向などをチェックした方が良いかと思います。そして、太極系に適した環境について、 これは一番最初対極拳を始めるときには平らであまりこう地面が柔らかくない方が最初は始めやすいかと思います。なぜなら対極拳は特に片足で立っていることが多いのでバランスを取りやすい場所の方が適していると考えられます。でもしかしですね、対極拳はよく言われるのは自然です。自然というのはどんな環境においても対極拳が自然にできる。 ということですので、これが例えば、芝生の上であったり、土の上であったり、砂の上であったり、傾斜している斜めのところであったり、様々なところで太極拳ができるようになった方が、本来は太極拳のレベルは上がっていきます。なぜなら、ボコボコした、こう、あまり安定しにくいなという場所で、さらに太極拳の安定ができる方が、レベルは高くなっていきます。 最初に太極拳に適し,た適した環境というのは平らな場所。できるだけ水平で平らな場所から始める方がいいです。そして徐々にたまにですね、お外に出て芝生の上であったりとか、砂浜であったりとか、ちょっと斜めだなと思っているところでやっているのも、やっていくのも良いかと思います。これも太極拳の楽しみ方の一つでもあるかと思います。そして環境としてはですね、なるべく 自分に集中できる環境が良いです。自分に集中できる環境というのはあまりうるさくなかったり、そして人々にあまり見られないような場所の方が良いかと思います。どうしても体極拳というとですね、ぐらぐらしてしまったりとか、そして足を上げるときに失敗しちゃったりとか、そういうことを人に見られれば見られるほど緊張してしまったり、そしてよく見せようと思ってしまいますので、そういう感覚が起きないような環境の方が 適していま,すまあ逆に人に見られている方がこう良い感じでプレッシャーがあって良いっていうふうに思われるかもしれませんができるだけ自分に入って自分の中で調整していくこれが本来の体逆拳の目的ですのでできるだけ人目に触れずにあまり人から見られているような感覚にならずに自分に集中できるような環境でやるのが適しています。ぜひ こんな感じで体極犬を楽しんでください。体極犬の服装、そして環境についてぜひ参考にしてください。ご質問いただきありがとうございました。